武士も。クラフトエッグ。バンドリーガールズバンドパーティは何の日でしょうか。え、あ、もしかしてツグの誕生日です。誕生日おめでとう。おめでとう。誕生日プレゼントみんなで選んだから、よかったら受け取って。ありがとう。なんだろう、タンブラーだ。しかもアフターグロウのロゴがプリントしてある。これどうしたの。周りに好きなデザインが入れられるやつでさ、みんなでどんなのにするか話し合って決めたんだ。私はみんなの写真が入ってるやつがいいって言ったんだけど、ランがすっごく反対してさ。いや、それはさすがに私たちも使うつぐみも恥ずかしすぎるから。それも素敵だったかも。でもこれすっごくかっこいいよ。大事に使わせてもらうね。うむうむ、生徒会のお仕事の友に持って行ってくれたまえ。うん、疲れた時もこのロゴを見たらみんなと一緒にいるみたいで元気が出そう。本当にもうすぐは嬉しいこと言ってくれるな。それじゃあすぐの写真撮ろうぜ。せっかくの誕生日だしな。いいね。それじゃあかわいいポーズでよろしく。こんな感じでどうかな。うん、いいんじゃない。よし、カメラは私に任せて。それじゃあ撮るよ。教えてもらいながら一緒に作りました。羽沢さんにはいつもお世話になっているからと、双葉さん一生懸命作ったんですよ。え、手作りなんですか。なんだろう。あ、エプロンだ。黄色のお花がついてて可愛い。喜んでもらえてよかったですね。はい、よかったです。そのつぐみ先輩、そのエプロン、お店では使えないですけど、よかったら普段のお菓子作りとかで使ってください。うん、もちろんだよ。大事に使うね。あちゃん、お菓子作ったらぜひ二人とも食べてください。はい、
私は誰よりも歌が好き。誰ですか？こんな時にドアを叩くなんて。